男らしさがないですな。いやいや、もうらしさを求める時代じゃないんですよ。女は女らしくとか男は男らしくとか、そんなのいいんです。いや、なんか髪の毛伸ばして、なんかねえ、お茶飲むのも小指立てて、気色悪いでしょ。どの人ですか？あの柱の横ですよ。あれは女の人ですよ。男ですよ。女。あんた、なんでそんなことを言い切れるんですか？うちの娘ですから。ごめんなさい、すいませんでした。お宅の お嬢ちゃん。あ、それはこうやりますよね。それはどうも、すいません、離れてらっしゃったからね。あ、そうなんですか。いやいや、ごめんなさいね。お父さんって分からなかったもんですから、母親ですけど。お父さん、去年の暮れから倒れてない？ええ、あの、寝たきりになりまして。あ、そう。あれ、今年の正月やったかな、お前んとこから男の人が来て、うちのせがれの貞をよろしくお願いします言うて来た男の人あったけど、あれどなたさん？あれ誰かな。いや、あれ長い間うちにおるみたいですわ。どうもおかんとでけてるお父っつぁんやないか。何言ってんねん、もうええ加減な嘘ばっかり言うてからに。芝居見てなかったんやろ、サスケはんがな、お前さん道頓堀で見つけた、芝居小屋の前歩いてんのを見つけたってこない言うてなかったな。なんで道頓堀川渡って向こうまで行きますね、芝居見てたに違いない。いや芝居なんか嫌いでんねん、私もう芝居の看板見ただけで胸悪なりまんねん、もう意外となって、もうそれはうわー、クラクラってなりましたから、こうやってもう看板も見えようにこう歩いても。ああ、そう、そない芝居が嫌い。嫌いです。ああ、そう、ほんなんな、ちょうどええわ。いやいや、あのサスケさんに聞いたらな、今中心ぐらいやってんねん、投資でな、これがええらしいな。でな、お店総出でな、中心ぐらいをな明日見に行くことになったんや。ところがな、一人ぐらい留守番するもんがいるなと思ったんやけど、お前そない芝居が嫌いやったらちょうどええわな。お前さん、留守番してて。田さん、なんでございますか？明日みんなあのお店総出で芝居見物。そういうこっちゃな。お前さんにはまた別に休みをあげますよってな。留守番ご苦労さんやけどな、何でも聞くところによると、この度の何でも山崎街道のな、獅子がええらしいな、イノシシの出がええちゅうて、何でもな、前足を中村鴈治郎さんがやって、後ろ足を片岡仁左衛門さんがやるし。そらもうあんな獅子は見られしまへんさかい、イノシシ見てきなはれってこない言われてんねや。何笑ってんねん、何を肩揺らしてクスクス笑ってんねん。ダサダリ言ってないんで、あんたそんな大看板の人がそんなイノシシやったりしますかいな。あれは大部屋の若い人がね、かぶり物のイノシシのして舞台チューッと走るだけでが、そんなもうそんな大看板のお二人がもうそんなことやったりしますかいな。いやいや、わしはサスケはんに聞いたよ。聞いただけでしたら、わたいら今まで見てた。こっちこ体温計もすごいしな、なんか進化してペッてやっただけでペッてやってね、わかるんですな。びっくりしますな、大阪の人はペッてやると、うやられたとか言って。関西人ですよね、関西電気を。もうそれ終わりましたですか？なんでそんな格好してますの？いや、あのな、家でばっかり在宅勤務してたら運動不足になるさかいな、オンラインでヨガ始めて。おいらんがよかったんですか？何おもろいこと言ってねんだ。おいらんがよかったりするかいな。オンラインでヨガを始めたんや。ヨガ？そやがな。ほんでな、こうだんだん体柔らかになってんけど、こないして足上上げたらグキ言うて、
止まってもて治らんようになったよ。高速道路で運転してたおっちゃんがカーラジオで高速を逆方向へ走ってる車1台あります、気をつけてください。アホとちゃうかお前、1台やないがみんなこっち向いてるがな。中東の地形なんかもいつの間にか頭の中に入ってしまいましたですね。画面で見てますから、例えば私のこの体がアラビア半島だとすればですね、この一番でかいところがサウジアラビアというところですよ。で、こちらの辺りにイラクっていうのがあって、フセインが昔いて、ここにイランがいて、ホメイニさんがいて、昔いい戦争というのがあったり、この辺にクウェートがあったりですな。でそれでここがシリアと、こういうようないやいやこういうつまらんギャグを言うて今後悔しているんですよ。柳の下に猫がいる。だから猫柳。やめさせてもらうわこんなの。